おい、ライエン、本気かよ。本気でござる。カラシニコフ殿と差し違えても。まったく。負けそう。おお、応じてくれたんだ。ライアン殿、来たか。はあ、え、これ何、私どうしてればいいの。え、500年前の忍術大戦再び。少子、忍びには戦わねばならぬ時がある。よし、仕方ない。本気でやらせてもらう。カートン、お兄ちゃん、やめて。おっぱい、おっぱい、止めてくれるな、ソフィアよ。でも、ムム、クノイチ、あなたがライアンさんですね。兄がごめんなさい、戦いはやめて。What?死ねば妹さんが悲しむ。殺す気だったのかよ。死ぬ。同じ忍者同士、積極的に交流していこうでござる。交流か。お、何、特別講師として招きたい。仕事くれた。ライアン流とカラシニコフ流追加です。ソフィアさん、指名すんな、ソフィアちゃんを。やっぱおっぱいは世界を救うってわけ。施設使用料として月謝をいただく必要がある。あ、月謝を、うむ、仕方あるまい。一向にかまわん。金を払って特別講師をやるとな。ちょっと話変わってきちゃったな。あ、やっぱおっぱいは世界一強いってこと。やっぱりみんな谷間が好きってこと。ボイー。あー、皆さん、今谷間が画面に映りましたので、あの月謝をね、皆さんにも払っていただきますから。よろ、一件落着でござる。ありがとう、助かります。挟んでも施設使用料。どの施設を勝手に使用すんだ。お色気の術よ。あー、お色気の術で、ちょっとありがとうございます皆さん。ガチチ声月謝で。あ、どうもみんな、月謝ありがとう。なんか払っちゃってんね。やっぱみんな、これがみんなこのチャットのレベルよ。やっぱ結局ここじゃなくてさ、こっちの脳みそで考えてんだよな。こうよ。オーディション落ちても知らねえぞ。はあ、何を言ってるんだい。過去オーディションに受かった猛者たちや AV 女優の人たちだったり知らんのか。私はこれぐらいはできるってこと。